吉谷さん、まあ吉谷さんぐらいじゃないですかね、限定公開を一般公開にするから、あの通知の雪崩が来るぞと、だからまあ一旦解除しとけよみたいな感じでね。まあそうすると見てる人も納得だし、いきなり動画のね公開がバババッと通知が来ても、ああやっぱりねって感じですしね。で本当にめんどくさいなと思ってる人はこれを機会に解除するしみたいな感じで、で全てね、あの竹、うん、なんだ、吉谷さんのことを受け入れる人だけがこの4000数十名のチャンネル登録ということになると思いますね。まあでもこのチャンネル登録っていうのはね、なんか一種残酷なものがあって、この瞬間ものすごく共感したんだけども、その後 YouTube を見る機会をしばらく失った人ってのが、あの見てもないのにチャンネル登録として残る例があるんですよね。で私も1万人超えてあたりから全く見てない人が、あのアカウントだけがこうね紐づいていて、チャンネル登録解除せずに数として残ってるみたいなことがね、まあ、多分にあってですね、実質的には私のチャンネル登録者数ってこの10分の1くらいなんだろうなと思うんですよ。まあそれは当然で、私が話題をバン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 変えていくからなんですよね。特にビジネス目的で入ってきた方なんてのは数年前までいたんですけども、もうビジネスの話をほとんどねやってないんでね、ビジネスの話っていうのはまさにホワイトボードを使って何かをこう解説するみたいなね、あの講師としての動画やってないですよね。もう本当に抽象的な、あのビジネスってのはこんなもんですよみたいな大枠のことばかりで、あとは具体的なことっていうのは即価塾の塾内で放送したりとかね、それからダイレクトメッセージで一人に向けての限定動画を作ったりとかして、今度は超あの具体的なやつを作りますから、一般公開動画に向いてないんですよね。まあけどそんなこといろいろあるけども、あんまり気にせずに YouTube を使っていられるのは、まあ、YouTube から収入を得てはいるんですけども、まあ、それがメインではないというかね、それを依存していないってことなのかなと思います。うん、やっぱりね、あの金のためにって考えると、うん、そういう依存度が高くなると、あの本来の自分がやりたいことから離れていくことが多いんですよね。でさっきね、私あのアニメ業界の動画をねアップロードしたんですけども、全然話題変わってすみませんけども、あのジャパニーズアニメ、ジャパニーメっていうのがあるんですけども、日本のアニメって評価高いっていうふうに私たちは思ってますけども、実は評価ものすごくもう今ね、あの悪いというか追い抜かれてるんですよね。特に中国市場に、中国のアニメとか、特撮映画の方がもう断然面白くって、それこそねハリウッドもかなわないぐらいのものになってるんですよ。ディズニーとかね、すごいですよ。やっぱりいろんな作品の要素を取り入れて、見てる人がね感動できるように、今までの名作のオマージュとかもどん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 入っていってね。で、しかも、すべての人種にレスペクトしているところとかっていうのは、本当に心つかまれるものが多くて、アニメもそうですけどね、本当に日本のファンの方が中国アニメ見たら、ものすごくね、共感するところとか、ファンになるところ多いと思うんですけども、でも、不思議と中国のアニメって日本に入ってこないんですよね。というのが、もう、中国のアニメが買えるほど日本にはお金がないんでしょうね、きっとね。で、日本のアニメを海外に売ろうと思っても今ね、市場がどんどん短くなってきてて、特に中国に日本のアニメはほとんどもうね、売れなくなってきてるんですよね。で、しかも中国のそういった放送の法律が変わって、海外の映像作品に関しては映像の制限があるんですよね。例えば作品を中国国内で放映できるかどうか、政府の人が審査をしてね、弾く、うん、だから中国人がなんか嫌な目に遭ってる動画とか全然ダメなんですよね。で、歴史的事実を元にしているものとか、そういったものからヒントを得てる作品でも、中国の印象が悪くなるようなやつはやらないとかね、そんな感じになってると思いますし、あとはやっぱりね、全てが OK でも公開時間の制限があるんで、作品丸々を中国に、まあ、買い取ってもらうことができないみたいな感じでね。で、日本のアニメ業界には本当お金が集まりにくくなってきてて、本来アニメにするべきものがお金が足りずにできないっていう例が結構増えてるんですよね。それがね、やっぱ単発ものだったらいいんですけども、こう続きもので最後の完結までやりたいのに、途中で資金が尽きて続編が作られなくなっちゃったみたいな、不完全燃焼な例が多くってですね、これからの日本はその映像作品にも、あらりの本来高かった映像作品にも限界が来てるんじゃないかなというところなんですよね。うん、まあ、原因の一つは、日本人がお金がなくなってね、ただで映像作品を見出したってことなんですよね、きっとね。
違法アップロード動画に依存したりとか、あの DVD を買って見たらすぐに中古転売して、で中古で出してるのをまた購入してまた中古転売出すみたいな感じで、作品が全然売れなくなってきたと。それに加えてレンタルっていう文化もどんどん損なわれてきててね、あの伝えとかどんどんなくなってるってところなんだろうなと思いました。まあこういうところにもビジネスの変化のその影響が来てるってところかなと思います。で逆に私たち個人っていうのは非常に稼ぎやすくなってきたと。だからあのマンモスが生きていくのが難しくって、ネズミの時代なんだろうなと思いますよね。あの麻雀の赤城の例もねありましたよね。面白いですね、とってもね。あの赤城の例もね、1枚だけ残すやつね、あれはだから麻雀の戦術をその対戦相手がどう考えていて、そしてどんな牌を持ってるのか、そしてその牌を切りたくなるような演出を積み重ねていくってことが大切になってくるんですけども、そもそも麻雀って、ね、面白いことに最初にあの今日は麻雀よろしくお願いしますって言った時点からも勝負が決まっていて、やっぱりね顔が怖そうな人ってね勝つんですよ。いや理由はねもう多分お察しの通りだと思います。見た目に強そうな人が大体勝ちます。はい、じゃあ以上ですね。いらっしゃい。